イエスハッピーの寝るときに聞くラジオ、お休み前に聞いてね。さあ始まりました、イエスハッピーの寝るときに聞くラジオ、イエスハッピーのさやかです。心です。よろしくお願いします。1月の25日月曜日、1月も終わりますが、はい、終わりますね。早いね。早い。今夜はですね、仲良しのあの方に、ゲストに来ていただきました、はい、衣装を作ってくれているさきちゃんです。こんにちは。そうだよね、普通こうなるよね。最近よく集まってるんですけど、あのさきちゃんにせっかくだから、ラジオ出てよって言って、そうそう、急遽ね、またね、大体このラジオ急遽みんなに声かけてるんですけど、どうですかさきちゃん、いきなり。あ、はい。ラジオ初めて。初めてですね。それはそうですね。喋るの恥ずかしいって言ってた。ねえ、まあイーハピファンの方はね、知ってる方も多いと思うんですけど、一応ご紹介すると、まあ衣装をね普段作ってくれてて、あのリメイクをしてくれたり、かれこれもう3年ですね。3年ぐらいの付き合いになりました。して、で、あの元々鬼武者っていうね、あの古着屋店長さんで、で、何がきっかけで紹介してもらったポップアップのなんか衣装を作ってたんだよね、最初。あ、そうです、そうです。で、さきちゃんが三毛猫ショップに来てくれたの、なんか挨拶しに。そうそうそう、ポップ持って来てくれた。あー、私あの覚えてない。なんか T シャツの擦り方教えてくださいみたいな感じで、そう手刷り体験しに来てくれたの、あのプリント、で、それで、あ、なんか楽しいですねってなって、で、逆にさきちゃんに衣装とか全然作りますよって言ってもらって、で、初めてお願いしたのが、2018年の5月に、アイドルリーグの時に着てた、あの、私たちがドヤサ衣装って呼んでるんですよ。フリルの黄色とピンクのね。そう、イケレコのをリメイクしてもらって、ね。そう、トレーナーをリメイクしてもらって、あの、ベビーチーズの、あのダンスを踊ってる衣装なんですけど。そうそう、どうぞ見てください。あれ初めて作ってもらって、で、そう、なんかやっぱ今までにない感じの衣装だったから、普段は私たちなんかあの T シャツ、ジーパンとかが多くて、衣装っぽい衣装がなかったんだよね。なかったんだよね。で、初めてちゃんとした衣装を着たら、結構周りからも可愛いみたいな。評判がすごく良かったんです。だからしかも無理をしてない、あの、キラキラとかじゃないから、無理をしてない感じで、キャラに合った感じ、ね、そう、身の丈に合った感じで、で、次 の、 あの月になんかドライブツアーをしててから、あのファイナルで衣装をちゃんとしたの着たいって言って、お願いしたの。初めてちゃんとがっつり衣装として、そうそうそう、衣装だったよね。 T シャツをドレスみたいにしてもらって、してもらった。マホルさん、マントついた、マントついた。そうそう、かっこよかった。で、そっから、ね、書き出したんですよ、衣装どんぐらい作ってくれたって。何個あるの？20個以上ある。だってね、その間にあの鬼武者でもイベントさせてもらったじゃん。させてもらった。コラボイベントも一回したね、リメイク T シャツ売ったりとか、しましたね。その場で衣装作ってくれたよね、共に踊れの私シャツ着てたやつ。そうで、多分気づいてる人は気づいてると思うんですけど、この間のね、そのビッグキャットの2番目に着た衣装か、ワンピース衣装の、真ん中の、あのシャツワンピ、実は共に踊れのジャケットのシャツをリメイクしてもらったんだよね。そう、さらにワンピースにしてもらいました。3年越しに新しく生まれ変わって、だって1回しか着てなかったもんね。なんかおしゃれすぎて、下を何履いていいか分かんなかったんだよ、ずっと。そうそうそう、で、実は着てなくて、それが生まれ変わって今めちゃくちゃお気に入りの衣装になってて、で、なんかさきちゃんにはその私たちもめっちゃ衣装作ってもらったんですけど、こう友達に紹介して、結構いろんなね、アイドルの衣装作ってもらってて、ラブリーズ、アーの2人、それでつぼみ、で、私たちの後輩のミケガちゃんにも、そうですね、デビュー衣装を作ってもらいましたけど。そうですね、デビューだね。え、もともとアイドルの衣装とかはポップアップだけ？全くアイドルすらわからなくて。あ、そっか、アイドル別に全然知らなかったんだ。イエハピさんもなんとなくね、名前だけ。ライブそれで見に来てくれたりとかね、そうそうそう、いっぱいしてくれてた。そっか、なんかさ、アイドルの衣装を作る時って、私らはさ、さきちゃんと一緒に生地を買いに行って決めるじゃん、なんかこんなん、こんな衣装、こんな生地使いたいみたいな、他のアイドルはどういうもんなん普通は。とりあえずツイッターで調べて顔を、で、PV 見て、そっからですね、生地、イメージで。そっか、生地とかも決めるから、
そうそう、私らはリメイクが多いもんね、うんうん、でもあの時間めっちゃ楽しい、私はついてってるだけだけど生地ってそう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 、すごいいろんな生地ある中から、うん、これ使いたいって言って、そっから形はもう結構任せるよね。そう、でもさ、その場でさ、カフェとか行ってさきちゃんが絵にしてくれたりするじゃん、でどんどん膨らんでいってさ、うん、うわーってなるよね。そっから心袖ができましたねそうだね、そうですね、心さんいつも二の腕が出るね、フリルにしてもらってる、いい感じの丈のねちょうどいい、私は割と長めの、うん、どういう傾向にあるの私ら、その衣装の形というか、心さんはとりあえず可愛い可愛い形、可愛い感じ、膝とかもね、あ、そうだ、心膝、うんうん、膝をギリ出すようにしてるよね、そうしてくれてる、本当にギリギリチラッと回ったら見えるよみたいな、そう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 、そうで、さやかさんはカジュアルとか、うん、ちょっと個性的な感じでいつもイメージしてますね、うんうん、フリル少なめとかいいもんね、あ、そうそうそう、心さんはフリルがっつりみたいな、うんうんうん、それがバシッと、でもまた似合うよね、さやちゃんとかも、なんかさ、うん、もう分かってくれてるからさ、好きな形というか、うんうん、一番こう出したくないとこは隠しこれは出してもいいかなっていうぐらいのところを出してくれるっていう、うん、もうだからもう安心して任せきってるんですけど、うん、その最近ね、新しく私たち YouTube を先月、うんね、今月か、うん、1月から始めて、うんうん、なんかその始めたきっかけも、さきちゃんが YouTube しましょうよって言ってくれたから始めたんですけど、うんうん、YouTube がもともと好きだったんですよ。 YouTube もともと好きで、テレビより YouTube をずっと、うん、もう4年ぐらい、そっか、そこがね、4年前から足りなかった、わかんないテレビっ子だから、できないよって言ってね、そう、 YouTube わかんないって言ってたんですけど、うん、そのさきちゃんがだから新しい株入れてくれてるよ、うんうん、本当にそう、5つぐらい下なんだっけ、年で言うと、そうです、今年28なんで5つ、え、5つ下なんですよ、だから言ったらさ、普通に学校とかだと絶対かぶらんじゃん、かぶらんね、そうです、大先輩も1年生とかって、6年生仲良くしてくれてありがとう、ありがとうございます、嬉しいだからなんかその今時のね、うん、あれだよね、知識をくれる、風を本当に、ね、教えてくれる、メイクとかもそうだし、うん、さやちゃんがさ、最近ラーメンのしてくれるってしてるのもさ、さき、うん、ちゃんが教えてくれたりとかさ、そうそうそう、真似してるよ、いっぱい聞いてるよね、いろんなこと、そう、なんか生活の知恵も教えてくれるご飯も食べさせてくれるんですそうですね、育ててくれてる、だからなんか衣装を、生地を買いに行った時に、うん、その YouTube やりましょうよって言ってくれて、うん、ごめん、ちょっと YouTube あんま見んから、うん、本当わからんのよっていうところから始めて、うん、ようやくね、今4、5本上がってるのか、そうですね、でその内容もさきちゃんに委ねてるもんね、委ねてる何したら見てくれるみたいなそうそう、こういうのがいっぱい見られますよとか教えてくれたりとか、ね、まあ、撮るだけ撮って、それをすごいいい感じにね、編集してくれるので、流れで言うと、私らはもう自分たちのいつも通りこんなラジオを撮る感じで、うん、もう長回しで撮ってるのをさきちゃんに丸投げして、うんうん、あんなおしゃれにしてくれるですよ、色味とかもね、コメントもあれすごいよね、的確なツッコミというか、本当ですか、嬉しい、ツッコミが入るとこんなものになるんやって、なんか私普段思うのが、何でもうふうって聞いちゃうから、あ、ツッコミいたらこんな感じかな、すべてをね、受け入れるからすべて飲み込んでくれるから、ツッコミはしてくれないんだから見ててすごい楽しい、うん、どう、イヤビト何本か YouTube 撮りましたけど、楽しいですね、ですか、やりやすい、本当にやりやすい、うん、よかった、この二人何にも入る知らねえじゃんって思ってないからそれがいいです、また楽しいなんかね、私はその友達になる時に直感でさ、うん、あの人めっちゃ仲良くなりそうっていうのあるじゃん、うんうんうん、あの子めっちゃ好きとかいうのがある、うん、あるんですけど、さきちゃんにはもう 2,3 回目会った時に絶対めっちゃ仲良くなると思って、5歳も違うのに、私はさきちゃんにご飯食べさせてもらってよく、いや、私は本当にさきちゃんがいないとこで、うん、本当尊敬するよねって言ってて、なんかインスタとか見ててさ、そうそう、こんな暮らししたいな、そうそうそう、あんな女の子になりたかったなとか言ってね、よく言ってるんだよね、なんかね、生活力がある、ありがとうございますで、なんか何、女子っぽいのよ、うんうん、別にそれを狙ってしてるわけじゃなくて、サッとしてるのがかっこいいじゃなくてで、なんかずっと毎回そのさきちゃん の、うん、あのインスタのストーリーに私がこまめにコメントしてて、私他のアイドルより誰よりさきちゃんのにコメントするんだけど美味しそうとか、ね、で言ってるうちに食べに来てくださいって言われて、うん、社交辞令だと思うじゃん、本当に行くのよ、うん、私は、私も社交辞令ないんじゃん、違うんで全然、はい、よかったよ、ガチなんで、いや、そうなのよ、だからその仕事をしつつ、うん、なんか遊び感覚で仕事できて楽しいよね、ね、うん、ご飯食べて仕事の話してまた遊んでみたいな、本当に撮ってる間にご飯食べて私だけやそれ、ちょっと待って
ちょっと睡眠取りますよね、さやかさん。ご飯食べさせてもらってちょっと寝て起きたらバナナケーキです。いい匂い。いやすごい、でも本当素敵だったよ。あのさやかさんが起きたぐらいにバナナケーキ焼けてるようにしておきたいみたいな感じ。めっちゃいいお母さんじゃん。関係性がちょっとできてきてて面白い。本当面白いよ。だからなんかその私とさきちゃんはどっちかというと暇な時間嫌いタイプで、うんうんうん、そうだからなんか何か予定入れたいし、うん、なんかしてたいから、うん、その友達と遊ぶ感覚でちょっと仕事ないから YouTube 撮るかぐらいの感覚でできるのが楽しいよ ね、うんうんうん、ねちょうどいいですよね、うん、本当になんか見てほしい、ぜひ皆さんに。なんかこの3人だからできる感じだと思う。2人だけだったら多分こんな風になってないよね。できないよ、うん、でやっぱ言ってたのがこう新規顧客の獲得ですよ、うんうんうん、あのやっぱりアイドルファンっていうのはやっぱり男性率がすごく高くて、やっぱそっからどんだけなんかこの女子とか、うん、何お年寄り子供みたいなところまで広げられるかみたいな、うん、だからそこの部分をさきちゃんにちょっとお願いしたい。そうだね。でもさっきもね見ててちょっとだけ若い世代がって言って、ね、見えてるんですね。20代こう前半なんかね、ちょっと増えてたんで。でも分かるらしいんですよ。いきなりカメラ見せちゃった。分かるらしいんですよ。あの YouTube ってね、誰が見てるかとか、うん、何で検索されてるかとか。よろしくね。だからそういうのを私たちでは分かんなかったことを、うん、こんな新しい脳みそでやってくれるんだっていう、うん、敏腕スタッフが入りました。本当ですよ。だってあのビッグキャットの裏側とかもずっとカメラもできるから、そう足を撮ってくれたりとか。今回ねビッグキャット密着してくれて、うん、あの DVD ね、うん、出すじゃない。2月に、うん、の特定映像なんと、30分、うん、あのさきちゃんが撮ってくれた超大作、うん、すごいできまして裏側全部欲しいところねちゃんと撮ってちゃんと心さんの小ボケも全部撮ってくれてるんでさきちゃんカメラぜひ楽しみにしてほしいんですけど、まあ、今後 YouTube していくってことで、うんうんうん、こんなやりたいとか私はちょっと YouTube 疎いじゃん、うんそんな中でもこんなやりたいっていうのそれぞれあります。こんな企画やってるんですか。おる企画というかさっき言ってたみたいにその私たちは老若男女の世代行きたいじゃないですか、うん、ずっと子供って言ってるから、うん、私なんか工作とか好きやから、うん、いいじゃんゴロリワクワクさんとゴロリっていい、まあすごーいって待ってそれだったら多分ワクワクさんが教える方じゃないかなゴロリ。そうだよだからゴロリやってるワクワクさんがあーなんすごいねワクワクさんってまあいいか、うん、それでもあやりたいやりたいやりたいな。確かに器用だしとかね、なんか絵本を自分で作ってみたとかでもさいいじゃんいいかなって思う、うんうん、子供のところも狙っていきたいですね。心さんちゃんとあったわビジョンが一応考えたよ私マジ何かな。なんか今までさ、うん、そのYouTube というか、うん、子供の時からバラエティが好きだからさ、うんうん、なんかもっとバラエティっぽい、うんうん、なんか2人だけだったらさ、うん、2人だけでトークして終わっちゃうけど、この間のそのカバンの中身急に見られるじゃないけど、うん、それって多分第三者がいないとできないから、うんまあ、ドッキリじゃないけど、うんうん、無茶振り企画とかやりたい。わいいね。はいこれやってくださいっていう、えこれですかって言ってね、そう水曜どうでしょう方式ではいはい、はい、ディレクターさんと回るみたいな、うんうん、旅ロケとかもしたい、うんうんわあしたい、ね、出かけられるようになったらいろんなとこ行きたいし、うんうん、体験系もね、あそうですね、ね陶芸をしましたけどこの間、そういうのもなんか挑戦を回して追っかけてほしい、さきちゃんに、うんうんうん、やりたいですね。さきちゃん的にはリハビリ困難したいってある？そうですね、普段見れへん私生活系はやっぱしたい、うん、私生活はちょっと見せられたもんじゃないモーニングルーティンとか本当に見せれたもんじゃないやっぱするか、ね、あとお料理奮闘日記とか一個ね撮ったんだよね一個ねまだねそういいねそれですらひどかったんだからそれ知りましょう初めての何々みたいなのしたいね、うんうん、ねやりたいですね、うん、成長していく過程とかあー成長したいそうシリーズ化できるもん ねちょっとずつレベルアップ、うん、めっちゃおもろい。なんかその YouTube 見てみんなが感想書いてくれてて、イエハピだけだったら絶対カバンの中身とかも見せてないし、うん、みたいな、うん、あの書かれててさき、うん、ちゃんのおかげでイエハピがいろんなことしてくれるの嬉しいって書いてて嬉しい、ありがとうさきちゃん、ありがたいよね。いや本当そうだわ、絶対見せんかったねえ。だからメイク動画とかも一応撮ったじゃないですか、うん、でそのまあもちろんその新しい女の子に向けてもだけど、うん、そのアイドルファンがやっぱり喜んでくれるのも、うんうんうん、まあしたいな。そのルーティンじゃないけど、ねうん、知りたいかはちょっと分からんけど、みんなが私らのルーティンを
書いてくれてた、言ってくれてたもんね、その見たことないところ見れるのって、うん、やっぱ需要があるからね、うん、それ本人だと気づかんとことがあるから、そう、自分だったら普通にしてるから、うん、こんなん知りたいってあったら教えてほしいのと、うんうんうん、私あの YouTuber の人とかがさ一問一答みたいなのをしてるじゃん、なんか、うんうんうん、あれもしたくて、だからみんなに、うん、あのこれラジオとの連動企画で、あの質問をね、うん、あのまた募集しようと思って、インスタグラムかなんかで、うん、でこの間は割とその年始めだったから、うん、何今年やりたいことなんですかとか今年の目標はみたいな感じだったんですけど、うんうん、本当もうすっごいちっちゃいことからで、うん、好きなチョコは何ですかとか、うん、そういう体はどっから洗いますかみたいな、うん、そういうちっちゃい質問いっぱい送ってほしいなと思ってるので、あのこれ聞いてもらってこの後ね、うん、あの質問を設けますので、ぜひ質問送ってほしいなと思います、はい、じゃあ最後聞きたいのが、さきちゃんから見たイエハピどんなん？イエハピ、うん、もう3年ぐらい付き合う、まあ個人それぞれでもいいし、うんうん、なんかイエハピってどんな感じで映ってるんかなっていう初めの印象が、うん、イエスハッピーの T シャツとかから入って、うん、グッズがめっちゃ可愛くて知ったんですけど、うんうん、あ嬉しい、そうなの、そうそう、可愛い、とにかく可愛いみたいなアイドルってめっちゃキラキラしてるとかそういうイメージやったんですけど、うん、もう全然違うくて、違ったの、いいイメージ、全然違った、全然違った、もうこうツンツンしてるとか、あ、うん、アイドルっていうじゃなくて、なんかあったかいし、親しみやすいし、もう親しみやすさで、そうで今もこうやってさきちゃんさきちゃんっていろいろ関わってくれて、うん、めっちゃやっぱそこから明るい人たちやね、うん、嬉しい、本当に褒めてくれてる、めっちゃ救われてます、本当、うん、嬉しい。褒めさせてやったなんか嬉しいですよ。なんか私は逆にその自分とちょっと似てるところあるなと思って、さきちゃんは仕事に対するスタンスというか、うん、とにかくなんかしてたりとか楽しいことしたいみたいなのがすごい似てると思うんだけど、うん、もう真反対なの、それ以外はきっちりしてて面倒見よくて、うん、で私はすっごい甘えたいタイプだから、うん、もうすごい最近あの心地よくさせてもらってご飯食べさせてもらって寝させてもらって仕事もしてもらって、ですよね、いい人見つけたって感じ、相方いい人見つけちゃったっていう感じです、最近結婚するのかな本当にいい相手見つけたっていう感じがしてますねえ、うん、いやでも今言ってくれたけど本当に私もさきちゃんって本当なんだろうな、漫画とかに出てくる、うん、こう女性ってこうよっていう、大人の女だよね、わかる、こうなると思ってたもん、そう、大人になったら、だけど、そう、そうなのよ、こうなると思ってたけどあれおかしいなっていうのじゃん、うん、私はでもしかもここ二人でもいいけどあんまりその異常さが分からんけど、ね、異常だわと思った自分らのことそうなのよ、だしなんかあの愛情を持ってくれてるのもすごい分かるというか、うん、伝わってて、だから私も結構なんか緊張とかするタイプだけど、うん、なんかさきちゃんには結構甘えていける感じで、ね、なんか人ん家に行くなんて珍しいそうそう、遊ばしてもらってるから、うん、なんか嬉しいなと思うし、これからもねいろいろ一緒にできることをしていきたいなと思います、うん、ねえ、うん、私マジで自分の好きな人とか尊敬する人めっちゃ人に、うん、何紹介したいから私も自分らのことだけじゃなくてもう関西のアイドルは、うん、あのさきちゃんに YouTube やってもらったり衣装やってもらったりと思う、いや、めっちゃ紹介してるもんいい衣装さんいるんですよどうですかね、ね、こんな感じでね、まあ、3人で今年はねいろいろそのライブができない分、うん、なんかこうお家で楽しめるねこととかやっていきたいなと思ってるので、うんうんうん、ぜひまあ YouTube ね、このラジオを聞いてくれてる人はいつも YouTube で聞いてくれてると思うんですけど、うん、まあ、YouTube チャンネル登録をしてもらって、うん、本当に YouTuber もね、うん、職業欄にアイドル YouTuber になるかもしれないよ、頑張りましょう、どっから人気が出るか分かんないので、ね、ぜひぜひね、あのイエハピチューブの方、噛みましたよ、うん、イエハピチューブの方よろしくお願いします、お願いします、ということでね、今夜は衣装、はい、そして撮影編集をしてくれてるさきちゃんに遊びに来てもらいました、うん、ありがとう、ありがとうございます、さあ来週もね、うん、たくさんあの動画とかもいっぱい撮ってるので、うん、あのさきちゃんに編集してもらって、また今週もアップしたいなと思っておりますので、うん、そちらも楽しみにしておいてください、うん、ということで今夜もたくさんお話ししました、ありがとうございました、また来週お会いしましょう、おやすみなさい、うん。